はいどうも、インディーゲーム実況 VTuber の白コリゲームズです。今回紹介するタイトルはエレメンタルサバイバーズ。20分間生き残り、最後のボスを倒すとクリアなサバイバー系のローグライトアクションです。攻撃は一定間隔ごとに自動で発動し、プレイヤーは攻撃の方向を指定して敵の攻撃を避けながら経験値を拾い、レベルアップ時にアップグレードを選びます。可愛らしいドット絵と爽やかな BGM が特徴で、明るい世界観のサバイバー系というイメージです。早期アクセス中のため、これから様々なコンテンツが追加される予定とのこと。現時点では日本語には対応していませんが、アップグレードの文章が分かればプレイは難しくなさそう。どんなキャラクターやスキルが待っているのか楽しみです。それでは早速プレイしていきましょう。はい、エレメンタルサバイバーズ、早速遊んでいこうと思います。ではプレイ。なんかこのオープニングの画面がかなりレトロな感じですね。ここにゲームボーイらしきものが置いてあるし、カセットプレイヤー的な感じな気がする。はい、でピックユアキャラクター、キャラクターですね。最初に選べるのは3つのようです。まあ一番使い勝手が良さそうな気がする。このシーズリアリークールって書いてあるこの子を選びましょうか。あ、ステータスがそれぞれここにね違っていますね。この子でやっていきましょうか。はい、でステージを選択してグリーン、グレーです。はい、これでいいんだろうか。ベーシックで遊んでいきましょう。はい、スライムボスがいるって書かれていましたね。はい、攻撃は自動でしてくれるようです。スライムたちが可愛い。あ、これマウスで方向指定ができますね。方向指定ができて、クリスタル経験値を手に入れると何か3つから選べるみたいです。マジックファイアーボール、アローショット、アイスハンマー。んー、この人はストレングスが高いので、この武器それぞれ、あ、マジックとか書いてあるか。あー、次に高いのはデックスなのでアローショットを取りましょう。ストレングス系の武器が出るといいですね、早く。スライムはとても可愛い全体的に可愛い雰囲気でいいですね。サバイバー系、まあいろいろありますけど、自分の好きな世界観のゲームが見つかるといいですよね。おし、あ、ストレングス、これはヒットポイントアップですね。スラッシュアタック、これ取りましょうか。これできっと強い技なんだろうな、多分きっと。これね、結構当てるのが難しいかも。あの4方向、上下左右の4方向に技繰り出す感じなんですよ。だから斜めとか中途半端なところにいると技が当たらない、当たりにくい。蛇が出てきた。敵が強くなっていく。これ序盤のうちにいろんな武器を取ってた方がいいかもしれませんね。スラッシュアタックダメージアップしましょうか。で、音楽もなんとなく爽やかな感じがしますね。しない？こう戦闘 BGM っていうか、なんかこう爽やか可愛い感じ。うわ、敵は360度から来るけど攻撃が上下左右っていうのがなんかこう絶妙に難しい感じがする。スラッシュアタック取っとこう。ほい、技を、なんかこう攻撃の速さ、攻撃間隔を短くしたいですね。じゃないとちょっとさばききれないというか、
うんうん、スラッシュアタックを強化してるからなんとかいけてるが、あ、今度はキノコみたいの出てきましたね。うーん、そうですね、スラッシュアタックかなひたすら強化していこう。もうちょっと武器欲しいけど、もうちょっと武器欲しいけど、このキノコは何なんだろう。移動スピードは遅めですね。うわ、経験値くれ、経験値、いけ、経験値を取りたい。結構容赦なく襲ってきますね、敵たち。容赦なく襲ってくる。なかなか経験値を取りに行けない。うおー、ヒットポイントアップどうしようかな。やっぱアタックスピード上げよう。アタックスピード上がってる、確実に。なんかびっくりマークが出てる、なんかびっくりマークが出てる。ちょっと行ってみようか。ボスなのか、なんか宝箱的なものなのか、ちょっと気になりますね。あー、ボスもいるんだけど、あ、びっくりマークこっちにある。なんだこれは、ショップか、ショップなのか。あー、ワークスイズ、装備ショップ。経験値増える、防御増える、デックス増える、経験値増える、ありがとうとりあえずこれでいきましょうか。ボスも倒したいですね。宝箱的なものが手に入るかもしれない。ボスに当てるの難しいな。いけ、結構減らしてはいる。敵に当たらぬように地道に。あ、いいよいいよ、もうすぐ倒せそう。あー、このスライムの大群厳しい。レベルアップ、アローショットもアップしておきましょうか。この武器って新しいのなんか出てこなくなっちゃったけど、なんだろう、今武器3種類装備できる武器はこれだけなのか。おー、経験値。おー、邪魔。あいつ倒した、ボス倒したから、ボス倒したから取りに行かなきゃ。なんか宝箱みたいの落ちてましたよね。よし、スラッシュ、ちょっとどいてねと。青いスライムさん、どいてねと。これは宝箱では。おー、出ました、レベルアップ、スラッシュアタック。よし、いいですよ、アタックスピードも順調に上がっております。はい、オッケー。あー、かなり大きい範囲の敵を攻撃できるようになりましたが、敵の攻撃も苛烈になってきている。オッケー。あー、やばい、出口を常に探しておかないと。あ、ボスって書いてありますね。スライムボスが出てきているそうです。あー、出てきた。こいつを倒せばいいわけですね。なかなか手ごわそうです。で、囲まれないように注意して、スラッシュアタックを強化しましょう。なんかこう敵がさ、ほんと主人公の周りに湧くのがやらしい感じですね。主人公を取り囲むように本当に出てくるから、常に出口を意識しておかないと本当厳しいですね。あ、でも上下左右かと思ってたけど、斜めにも攻撃できるようになってる。あれ、さっきからそうだったっけ。上下左右は私の勘違いだったかもしれません。インクリーズアイスエレメントダメージ。あー、この人アイスエレメントダメージもいい感じなんだ。でもなんか武器スキルが違うやつ出なくなっちゃいましたね。
この2つしか今装備できてないんだけど、もっと装備できないのかな。なんで出ないんでしょうね。うん、こっちが攻撃スキルで、こっちが防御系のスキル、能力アップ系のスキルなんでしょうか。アイスエレメントダメージのねえ技を覚えたいですね。わあ、スライムがめっちゃ湧いてきた。よし、当てろ当てろ、ボスに当てろ。ナイスナイスナイス、ボスに当てろ。オッケーオッケー、もうちょっと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 。おー、アローショット。おー、ボス倒した。宝箱からは何が出る。お、なんかいい感じの石。おお、すごいすごい、たくさん出た。これ一番いいんじゃないの。一番いいのでは。すげえ、いいじゃんいいじゃん。これヒットポイントアップでしたっけ。レベルアップはローショット、ヒットポイントとアイスエレメンタルダメージ。アローショットクールダウンも取ってますね。はい、ありがとう。よし、じゃあアローショットレベルアップしよう。アローショットいろんな方向に出るようになってますね。あー、これは強いかも。結構囲まれるから、このアローショットはめちゃくちゃいいですよ。助かる助かる、囲まれた時にめちゃくちゃいいですね。アローショットもっとレベルアップしよう。オッケーオッケー、超いい感じ。これなら生き残れる気が生き残れる気がしなくもない。あー、いい感じいい感じ。向こうに赤いびっくりマークが見えたので行ってみましょう。はいはいはい、この黄色いのはさ、多分コインなんでしょうね。コインで高級アップグレードを買えるはずです。はい、いや、アローショットでしょう。アローショットに決まってるやないかい。はい、ここら辺で取り逃してる経験値もねしっかり集めてから向かいましょう。おお、なんかすごいね、スムーズに歩けるようになりました。超いい感じで、どんどん赤いびっくりマークに近づいているはずなんですが、これさ、経験値を引き寄せる系のなんかないんですかね。経験値結構無駄になっちゃってるかもしれないので、あ、なんか村みたいのがある。あー、パーティーセレクト、え、仲間、仲間連れて歩けるってこと。クマさんザベアクマさん、あ、そう、ヒーローザヒーロー、クリスタルザクレリック。クレリックはホーリーリングレデュースインクリース、クマさんザベアはスーパールーフィーチャンスフォーブリードステータスラージャーピックアップレデュースインクリース STR。 まあ、これじゃない。クマさんが相性いいんじゃない。あ、クマさん連れ歩いてる、すげえ。クマさんザベアクマさんザベア強化しようぜ。なんか私に対していい効果をもたらしてくれるんだろうな。クマさんが直接攻撃してくれるとかではなく、私にいい効果をもたらしてくれてる気がするね。そんな気がする。早くボスとか出てこないかな。今なら何でもできちゃうような気がするよ。クマさんザベア、オッケー。もう超いい感じじゃん。クマさんザベアが STR を上げてくれているので、あれ、なんとかかんとかこのストレングスに関するスキルがね、いい感じですよね。これ、この技となんか関係がいいんだろうな、きっとね。あれ、クマも攻撃してくれてる、もしかして。あ、なんかクマの爪痕みたいの残ってるから、多分攻撃してくれてるのかな、もしかして。してくれてるかも。今気づいたけど。そんな気がする。もう、クマさんザベア上げてくよ。私の、
初めての仲間クマさんザベア。なんかこれもっとさあ、なんか新しい敵が出てきた。ミイラ男みたいな、わかんないけどなんかミイラ男っぽい感じのなんかが出てきた。クマさんザベアに決まってんじゃないか。おお、なんだろう、出血与えてるのかな。なんかあ、これはポーションかな。ポーションとかがあるならね、なんか経験値を引き寄せてくれるようなアイテムもありそうなもんなんだけど、ちょっと見つけたいな。結構ばらけちゃってるから。あー、もう新しいのが出てこない感じになりましたね。じゃあ経験値アップで、うーん、もっと歩き回ったらなんか新しい仲間を連れ歩けたりとかそういうの出てくる。あ、いや、これは経験値か。うん、このミイラっぽいキャラクターはちょっとヒットポイントが高めですね。火力が足りるか若干の心配が。あ、キノコボスが出てきました。このなんか赤い血のマークってのはこのキノコが出血してるってことかな。クマさんザベアの攻撃が出血ダメージ与えてる可能性ありけり？ありけりかな。それとも矢とか私の攻撃がなんかボス2体いないなんかボス2体いませんか。私の気のせいでしょうか。2体おるな、2体おるな、確実に2体おるな。なんで増殖した？よーし、この宝箱くだされ。よし、ナイスナイスナイス。はーい、経験値アップ、効率アップ、より早くレベルアップができるはず。よし、いいよいいよ、このままこのキノコボスも倒して、いや、ちょっと出口を求めて出口を求めたいですね、私としては。 OK、 よし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 、倒した倒した、ナイス。おお、いいね、ありがとう、いい感じです。いや、なんか本当 BGM が爽やかでちょっと楽しくなってくるわ。あ、じゃあもうレベルアップでアイテム系が手に入るってことは、なんだ、オールウェイザードヒットポイント、ジルってのがお金かな、お金かね。よし、じゃあジルがたくさん手に入るようにしていこう。多分アップグレードに必要なやつだと思うので、なので敵さんはもっとジルを落としてほしいですね。よし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 、いいぞいいぞ、ジル落とせ。この山みたいなのは特別壊せるとかではなさそうですね。うん、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ジル落としてるよ。これ確かね、20分間耐えて最後のボスを倒して生き残るのを目指す感じです。今ちょっと何分、あ、11分43秒、なるほど、 OK です。まだあと9分、いや8分ぐらいあるわけですね。了解、さらに攻撃が激しくなっていくのか。 OK、いや、なんかほんとワクワクするような BGM ですよねあ、レベルアップした、レベルアップしたけど、なんか能力値は選ばせてくれませんでしたね。あ、レベル、あ、すごい、新しい蛇だ。あー、これはヒットポイントも高めですね。ちょっと火力が足りるのかどうか、てかこれ以上火力高められないんですか私本当これ以上火力高められないの。レベルアップで選べる能力とか出てこないけど、これで終わり、私の成長どうなんですか、私の成長これで終わりなんですか、耐えられるかな、あと7分ぐらい本当にマジ。いや、なんかこれもうちょっとね、技覚えられそうなもんですけど、ダメなのかな、本当にダメ、まあ、
あー、ヘビのヒットポイントが高め。ちょっと削れちゃった。いや、これは厳しいぞ。敵の攻撃が苛烈になってきてて、私はこれ以上成長できないだとかなり困ってしまうんだが、どうなるだろうか。なんかアップグレードとかしないと新しくこの攻撃スキルもっと選べないよとかなるかな。そんなことある？そんなことあったらどうしよう。結構繰り返し繰り返し徐々に強くなっていく系の可能性ありけりですね。いや、かなり頑張ってるよ。相当頑張ってるよ今。相当頑張ってるぞ。よいしょー。うおー、高級アップグレードのためにコインは残すことなく拾っていきたい所存です。オッケーオッケーオッケー。コイン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 、ナイス。オッケー。めっちゃレベルアップしてるけど、レベルアップでさ、もっとコインとかさ、ヒットポイントアップとかさ、選ばせてくれるのかと思いきや、最初の1回だけでしたね。マジ？そんなことある？おー。おー。あの赤いヘビたちがめちゃめちゃ怖い。青いヘビたちも怖い。うわー。青いヘビの方が怖いかも。赤いヘビたちはちょっと動きのろいからさ、まだなんかなんとかなるって感じなんですけど、この全方位から襲ってくる青いヘビたち、これはちょっとどうにもならない感じがある。うおー。いや、せっかく倒してるのになかなか経験値の回収に向かえないっていうのが。あ、なんか緑スライムのボスが出てきたそうですね。緑スライムのボスは一体どこにいるんでしょうか。一体どこにいるんだボス。あ、赤ヘビがこっちからも来た。左側から登場しましたね。緑スライムのボス。こいつが93って書かれてますね。ちょうど15分経過したからこいつが出てきたんだ。なるほどね。いや、なんとか20分まで行きたいところなんですが、いやー、かなり厳しいというのが正直なところ。かなり現時点で厳しいというのが正直なところ。だからこの青い蛇さえくぐり抜けられれば、この緑色のスライムボスも倒せそうではあります。はい。常に出口を、維持して、うん。攻撃は届いてはいますね。緑スライムに。攻撃届いてはいる。あ、新しいなんかゴブリン戦士みたいのが出てきました。ゴブリン戦士みたいのが出てきた。これは、どうなのか。あ、でも、倒せてはいますね。ゴブリン戦士のことも。倒せてはいる。ただ、まあ、結構まとめて来られたら厄介なので、しっかり出口を確保しつつ、ただ、この緑スライムのボスは倒せたとしても、宝箱を回収しに行くのは、本当に難しいですね。あ、94のボスも出てきてるけど、早くない？早くない？早くないですか？ねえねえ。94のボスは早くないですか？いや、でも、さすがにヒットポイント多いですね。さすがに多い。ただ、ダメージは与えられているので、まあ、じっくり攻めていけば倒せそうではあります。いや、ゴブリンの壁がだいぶ厚くなってまいりました。ミイラも出てくる。今まで出てきた敵、総動員してる感じですね。ここの壁をぶち破って、なんとかボスに攻撃を到達させなければいけない。なかなか難しい。いいよ。この位置なら今ボスに攻撃当たっているはずです。当たっているはず。OK。なんで今94のボスが出てきたのかわかりませんが、ちょっと出口を探して、おー、なんか緑色のキノコが出てきましたね。とても可愛らしいんですけど、ちょっとやめていただきたい。で、なんか矢印が、あ、矢印は宝箱かな。ボス倒したやつの宝箱がこっちにあるよって教えてくれてるのかもしれない。で、今レベルアップしても各種能力をもらえないので、その宝箱はめちゃくちゃ必要なものということで、あ、94のボス増えてる。ボスが増えてる。ボススポーンド。
ゴブリンボスまで出てきてしまいました。大丈夫なのか、果たして。あ、お金を手に入れただけだった。お金だけか。94のボスなんかワープしてる。画面外に行くとボスワープするのか。なるほどなるほどなるほど。このヘビのボスだけ先に倒しちゃいたい感ありますね。あ、ゴブリンボスもやってきてしまいました。なんということだ。ちょっとなんということだ。このヘビボス、ヘビボスをなんとか。それはやばい、これはやばい。ヒットポイント結構、いやまだ大丈夫、削られたけど大丈夫、まだ大丈夫です。ヒットポイント自動回復は持っていましたっけ。ちょっと覚えてない。自動回復このキャラクターならありそうなものだけど、ちょっとポーション取っとく。うわこれはやばい、敵の攻撃がやばすぎる。助けて、助けてほしい、切実に。このスライムの、ちょっと赤いヘビのボスも出てきてしまいました。そしてこのゴブリンボスは遠距離攻撃を仕掛けてくる。ちょっと苛烈すぎないか。ちょっと苛烈すぎないか。ねえ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 、ちょっとさすがに苛烈すぎませんか。ボス多すぎではないでしょうか。このでっかい緑スライムはちょっとやばすぎじゃないでしょうか。なんということでしょうか。マジ？これはボスに攻撃が届かない、いつまでも終わらない戦いになってしまいそうな気がする。だって途中から私攻撃のスキル取れないんだもん。どうにもならないの、しょうがなくない？厳しすぎない？だって私技2つしか持ってないんですけど。ねえ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 、2つしか持ってないんだから、これはやばすぎ、やばすぎ、やばすぎでは。ちょっと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 、これはねえ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 、あと、はい、5920分経ちました。20分経ってなんかめちゃくちゃでかいボスが出てきて、こいつをもしかして倒すんでしょうか。びっくりマークがついております。これちょっと待って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 、これはちょっと厳しいにも程があるんだが、20分経ってからのあのボスからの、ちょっともう私道を切り開くことができません。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、とても勝てない、やばすぎる。これはもう一旦死んでね、アップグレードを取った方が楽そうな気はするけど、ちょっと行けるとこまで行ってみたいような気もしなくもあり。あーさすがに無理、さすがに無理だよ。もうあの敵を倒したとしても経験値を取りに行くことが叶わぬって感じなので。あ、このヘビのボス、ヘビのボス倒して宝箱取ってゴールドを取りました。これはなかなか収穫になったんじゃないでしょうか。やば、こんな風になるんだ。なるほど、本当に一番最後の最後がやばいって感じなんですね。途中までは結構緩やかというかね、いけそうな感じだったんですけど、もうこれこれは無理、これは無理。でも主人公のヒットポイントがめっちゃ高いからかなり粘れましたね。はい、こんな感じでなりましたね。え、クマザベアーとかクマサンザベアーだっけ。なるほど。ここら辺さ、なんで取れなかったんだろう。装備品とかもっと取れるはずですよね。スロット空いてますもんね。なんでアンロック、アンロック、1回のプレイでアンロックできるものがそんなにないってこと？これは何？で、アップグレードがあります。私が今持ってるコインは3033。ということで、アタック、エクイプス、パーティーメンバー。あ、このエクイプスをアップグレードすれば、装備数が増えるってこと？で、パーティーメンバーもアップすれば2人連れ歩けるってことでしょうかね。そうですね、ここら辺をアップグレードしていくのがいいのかもって思った。まずは、まあ、あとはなんか発射数が上がるのかな、ここら辺も取っといて、続きもね遊んでみたいと思います。はい、ここまでご視聴誠にありがとうございました。
あとなんかこのシークレットってとこもありますね。あ、これはヒントかな。このキャラクターをリクルートするには何をしたらいいっていうヒントが書かれているのかもしれません。うん、はい。というわけでエレメンタルサバイバーズを遊んでみました。はい、サバイバー系好きな方はね、ぜひぜひこの可愛い見た目と爽やかな BGM とともに遊んでみたい方はぜひチェックしてみてください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。